稲城大発下北行きの電車1番線に到着です。お乗りのお客様は閉まるドアにご注意ください。ただいま停車いたしました電車、下北の駅にて事故が発生したためしばらくの間停車いたします。お急ぎのお客様には大変ご迷惑をおかけいたします。何卒ご了承ください。繰り返します。ただいま停車いたしました電車、下北の駅にて事故が発生したためしばらくの間停車いたします。お急ぎのお客様には大変ご迷惑をおかけいたします。何卒ご了承ください。まもなく1番ホームドアが閉まります。駆け込み乗車は危険ですのでおやめください。
やっと起きたね。覚えてない？僕はミカのことよく知ってる。何でも知ってるよ。君の純粋なところも、節操のないところも。そんなに怖がらなくてもいいよ。力を抜いてさ、気楽に行こうよ。大丈夫だって。誰も僕らのことなんて気にしてないから。慌てんぼだね。周りを見てごらんよ。ほら、みんな自分のことで精一杯。他人に興味なんてないんだから。ミカは人に期待しすぎなんだよ。もっと自分で解決していかないと。とっても悪い癖だよ。アリサなら平気だよ。少しだけ深い眠りについているだけ。ミカは人に期待しすぎなんだよ。そうだね。僕がもっといろいろなこと見せてあげる。面白いものを見せてあげるよ。すごい体験ができるよ。なかなかこんな体験できるもんじゃない。いつもの好奇心はどうしたの？ミカらしくないよ。ミカのポテンシャルが失われるよ。ミカのために用意した場所なんだ。好奇心を解放して、自然に受け入れて、あのサラリーマンを見てごらん。耳を澄ましてごらん。心の窓が開いて。いつもこうだ。いくら回ったって、こんな商品売れやしない。社に帰ればまた報告会だ。なんて言えばいいんだ。報告することなんて何もないぞ。毎日毎日、何のために俺は働いている。家に帰っても俺の居場所はない。妻は俺を認めない。子供とは何ヶ月会っていないか。同じ家族じゃないか。やはり金が人を幸せにするのかな。そんな世の中はクソくらいだ。吐き溜めに埋もれたくない。安らぎが欲しい。誰かが俺を救ってくれよ。しんどいよ。ほとほとしんどい。ミカだけに聞こえる声。人間の心の内側、こんなに愉快な遊びはなかなかないよ。気に入ってくれた？奥に進んでみねよ。もっともっと心の内側が覗けるよ。しんどいよ。財務の有田の体いいよな。足も綺麗だし、あの体に埋もれたい。あったかそうだ。無理だろうな、俺じゃ相手にされないだろう。はあ、だるい。しんどい。
ない。ユージがよ、ユキ可愛いって言ってて。本当？マジ嬉しい。ユージくんってかっこいいもんね。見る目あんじゃん。俺もよ、ユキが可愛いって言われると鼻高いしさ。よかったって思ってるよ。もっと高ユキが自慢できるように、私も女磨いて振り向かれるようにさ。大事にするから、ユキのことはさ。ダチもみんなユキ気に入ってくれて。高ユキみたいな男ってなかなかいないよ。骨あって一本入ってるって感じ。私ラッキーだよ。なんだよそのピアス、流行らないって。そんなファッションですっげー恥ずかしい。毛根から火が出そうだよ。顔に出ちゃうって。鼻広がって目的一直線じゃん。グラビ崩れの典型。こんなやつに限ってマメに連絡してくるんだよな。頭絶対悪そうだし。気づけよ、別れたいのに。化粧濃いんじゃねえの。近くで見るとこんな造形か。風呂から上がったらマロになっちまうんだろ。香水くせえし、鼻曲がるぜマジで。それで待たせるって身分か。とっとと広げるもん広げろよ。こっちは大魔王を抑えるのに大変だっつうのに。大魔王って面白い。俺ってお笑いのセンス吹き出てるよ。爆笑くらいには勝てるぜ。そうか、笑いで攻めるか。バカ女ほど笑いには弱いからな。その勢いで。男だったよ。あの人のおかげでいい人生を送らせてもらった。今どこにいるんだろうね。あの世で幸せに暮らしているのかね。たまには私の前に姿現してくださいな。寂しいじゃないですか。今の成人男性に見習ってもらいたいもんですよ。ぐうたらな子供や孫ばかりでね。静かな場所も少なくなって雑音ばかりが聞こえて。早く迎えに来てくれないかね。おじいさん、私は疲れましたよ。早く来てください。おじいさん、おじいさん、おじいさん。あの女こっち見てる。いい感じだな。悪くない。俺に惚れたか。行くか。でも電車の中だしな、人目があるし。声かけてくれないかな。そうすりゃこっちのメンツが立つ。俺のプライドが許さないだろう、ナンパなんて。あの程度で高め気取られても困るんだよな。自分の顔鏡で確認してみればわかることなのに。俺と釣り合うとでも思ってるのか。
中のジョーは俺のゾーンには入ってないぜ。せめてジョーの下ぐらいじゃないとな。それに相当はしごしてそうだな。やばいのに関わると後が面倒だし、ノリコで満足してるからいいや。まだ見てる。どうしよう、意識してるのか。ほんと下品な人たち、生活の疲れが顔に出てるじゃない。顔中シワだらけで何そのセーター、スーパーの安売りで買ったのよ。きっとここのご主人の稼ぎじゃしょうがないでしょうけど、うちの子が学校を辞めたのもこの人たちの子供にそそのかされたせいよ。あんなに優しい子だったのに今じゃ毎晩帰ってこないし、どこで何してるのか責任取ってもらいたいわ。噂立ててあの町にいられなくしてやる。夕飯何にしようかしら。あの人最近残業続いてたから、たまにはごちそうでも作ってはあ、虚しい。あの女の家に入り浸ってちっとも手を切ろうとしない。どうして男は浮気するのかしら。子供を味方してくれないし、私もいい人見つけて。こんな人たちと復讐してやる。不倫がしたい。重い。今日に限ってどうして？せっかくのデートなのに。あの人話したらもう先なくなっちゃうのに、背伸びしすぎたよ。キャリアなんて意味なくなって、崖っぷちで自制心働かない。もう誰でもいいのに、みんな先に行って私だけ残って、あそこにいる男の子とかって私とかに興味あるのかな。若くて可愛い子、綺麗な肌してるな。快楽足りないよ。いじめたい。我慢できない。誘っちゃおうかな。どいつもこいつもふざけやがって。俺は天下取るんだ。このままじゃ終わらない。見てろ、自信はあるんだよ。自信はさ、まだ見つからないだけで、だけど自信もエネルギーも有り余って、意識だけが先走りして、くそー。俺に何が足りないんだ。才能か、知識か、思想か、カリスマなのか。俺の走ってる道はコース外で、誰も注目してくれない。状況が欲しい。チャンスがあれば俺だって、何だっていい。音楽だって、映像だって、物書きだって、ゲームだって、タレントだって、秘書だって、営業だって、政治でもいい。何とでもしてやる能力はあるんだ。何とかしないと、
証できない。間に合わない。間に合わない。ブレイクしてやる。早く。そう、優しくなでてくれて、いつも私だけを見ていて、危険な身にあっても飛び出してきてくれるの。そしてこう言うの。俺のヨシコに手を出すなって言って、悪い不良たちをなぎ倒して、白い馬に私を乗せて約束の地へ旅立つ。アダムとイブがそうしたように、創世記の伝説になるのよ。見ていてくれるの。ずっとずっと一緒にいてくれる。守ることを恐れない。防衛は愛の言葉、護衛は愛の視線、結ばれることは誕生の瞬間。鎖で繋いで束縛を。存在の意義、ワイルドは言ったわ。全ての芸術は全く無用である。ではなぜ人は想像に心震わせるの。不安だから。それだけ陳腐な存在、私の存在の意義。芸術に意味性があると今日八観念に任せてここまで上り詰めた。賛美に恐怖する。生命は何を許してここに私を滞在させる。いかなる序章を繰り返して加工して彩って呪文を念じて。一つの生命のクローンが確かにここにいる。具体は死を意味して、抽象は美を意味する。ただのパッセンジャーになって流れる滞在。私は言うわ。私の芸術に無用はない。有用を意識したとき無用はなくなる。存在の意義。指輪をはめて私のそばに。存在は意味嫌うこと。存在はここにない。
ミカ、記憶するんだよ。人間なんてこんなもの、綺麗な山なんて何もない。昔もずっと変わらない。人間は進化もしない。種は永遠にまかれた、永遠に摩擦は続いていくのさ。いいか、ついておいで。人間自身の罪のもさ、虚飾と偽善によって彩られた狂気の世界をいかだけに見せてあげるよ。目が覚めたようだね、リョウ。ほら、ここにいるよ。リョウの大切なものが。別に、面白いじゃん、反応を見るのはさ。どうやってシナリオを作ろうかな。約束が違うよ。身代わりなんだよ、ミカは。まだ分かってない、君はね。そんなこと言っていいの？惹かれてるんだろ、ミカも。京子の影を追ってるんだろ。亮の心は全てにね。契約だよ。ミカの魂に関して、リョウは責任を負ってるんだよ。素通りはできない。でも逃げられない。偶然なんてないんだよ。作為に君たちを惑わせてるわけじゃない。そして僕がミカとリョウに近づくのか、まだわからない。必然なことだった。悪意はないんだよ。偶然にいたずらをしているだけで、ただ単にこうなって。見せてあげるよ、ミカの心の中を。醜い生き物の生態をさ。これがミカの全て。これっぽっちしかないんだよ、この女は。こんなことのためにしか生きてない。スミオのことしか考えていなかったでしょ。それが全てなんだ。どうやら寮の入り込む隙間なんてなさそうだし、ミカはこのまま消えていった方がいいかもしれないね。寮、事実を正面から受け止めることができる。闇に包むことのできる人間も限られてる。ミカは十分に資格がありそうだし、闇もまたミカを良くしている。リョウ、君は静かに暮らすことの方が性に合ってるようだしね。僕らはこのまま行かせてもらうよ。さよならリョウ。君に安らぎを与える。Thank you.
考える時間が必要なんだよ。ほら、あの光、あの奥に行けば何も問題はなくなるよ。さあミカ、一緒に行こう。選択することなんてできない。ミカも分かってるだろ。ほら、一緒に。え？そう。そういうミカが好きだよ。口で損するタイプだね。でももう遅いよ。ミカはもう。聞いておくれよ。リョウは奥手だから素直にミカを助けられない。トム？じれったくなるよ。せっかくキューピッドになってやったのに。でもさ、二人はあっちで幸せになれるよ。居心地のいい環境だから、ドラマティックな恋愛をするだろうね。アリサはどう思うの？ミカとリョウがうまくいくかどうかってこと？きっとね、悲しい結末を迎えるよ。もう僕が何にもしなくても勝手に。そんなことはさ、あらかじめ決まっているものなんだよ。寂しい話だよね。え、何？僕が何者かだって？どうでもいいことじゃない。人間が決めることでもないしね。知らないことも必要だって。でも知りたがるから人間なんだよね。大丈夫だよ、ちゃんと正体を明かす日が来るから。その時にアリサがいるかどうかは別の話だけどさ。年寄りみたいにうやむやにしないから心配しないでね。もうそろそろ起きる時間だね。おはよう、アリサ。お待たせいたしました。下北行き下り電車1時間40分遅れての出発となります。お客様には大変ご迷惑をかけております。
まもなく出発いたします。お急ぎになってご乗車ください。次の停車駅は南日名城です。